ちは。11月30日週刊仮想通貨ニュースです。はい、はい、ビットコイン先輩、うん、第1部刊と言ってからですね、おう、ちょっとまあいろいろありました。またいろいろありました。エピローグみたいな、エピローグみたいなもんかな。おうおう、うん、第1部の僕は、うん、その中のぐちゃぐちゃよくあるように第1部終わって第2部が始まる間の、間のちょっと おまけコーナー、そうそう、おまけコーナーっていうかまあまあドラマというか、ドラマというか、うん、はい、その後の皆さんの様子とかね、うん、主人公たちの日常みたいな、そう日常みたいなあのマイナーたちの日常みたいなのを後でまたお伝えしますけれども、はい、今回は値動きの方からね、うん、ちょっと見ていきましょう。 BTCUSD 冷やしです。ビットファイネックスですね。はい、で前回ですね、はい、22日だったんですよ撮影が、うんうん、つまりここの冷やしだったんですね。はい、でこの時に言ってたのが、おう、まあ、こうもう一段下行ってから分かりやすい動きしないと、うん、この、まあ、3層なりダブルボトムなりを形成しないと上に行けないよと、おうおう、いう感じで言ってたんですけれども、はい、まあ22日、はい、22日現在でですね、うん、20日がこの最安値になる4,303ドル、はいはいはい、行ってたんですけれども、そこを、うん、まあ、割に行って試しに行く動きがあってしかるべきだと、うん、そしてもう一段下と言ってましたんで、うん、ちょっと的中と、お、的中と言わせていただきたいと。なんか久しぶりに聞いたよ。久しぶりやねいいじゃないですか。はい、はい、まあ、的中しました。で25日ですね、うん、まあ、ここですね、はい、陽線ついてますけれども、うん、3,657ドル、はい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 、はい、うん、ビットフライヤーではですね、うん、39万1,560円の安値を記録しましたということですね。40万円割っちゃった、ついに40万円割れちゃった。なんか一時期のねデコイン先輩から5分の1ぐらいですね。本当にね、200万円あったから、うん、あの時買ってりゃよかったってみんな言ってた人はもう今買ってください200万円の時にね、40万の時買ってたらよかったってみんな思ってたでしょ。あ、はいはいはい、今買ったよねいや、まだこっから下がるかもしれんし200万まだ行くか分からへんし、うん、そうですね、もちろんね、もちろんね、行くかもしれんけどね、行くかもしれんけどね、うん、うん、っていうことですね、はい、でコイン360を見ときましょう。今日の、うん、今日はまあこんな感じです。はい、まあ持ち合ってる感じですねみんな、うん、上がっても 2% とかなんかもう全体がおとなしいですね、うん、おとなしいですね。昔この数字10とかやったような気がするんですけど、そう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 ステラだけ 7% ぐらい伸びてます。はあはあ、それ以外はまあ目立った動きないですね。っていうので、まあ、最近下落下落下落で続いてたんですけども、はい、ちょっと小康状態に戻ってきてくれたかなというような感じですね。なるほど。マーケットキャップですけれども、うん、まあ、こちらはですねずっと持ち合って平行線になってたところから一段下にガーンと下落で行って、はい、そっから若干上昇して現在になってますという感じですね。これは仮想通貨全体の時価総額ですね。そうです、はい、時価総額ですね、うん、でアルトも一緒、うん、でドミナンスとしてはビットコインがずっと高止まりしてるような形ですね。はいはいはい、でビットコイン何があったかと言いますと、うん、まあ、一応今のところね上がってるんでね、一応今のところ上がってますよね。うん、で何があったかで大して何もないんですよ。え？まあ一応一週間で。ワクワクさせてくれ。何もないっすね。ただチャート的に、はい、うん、まあ下げすぎたっていうのはあったんじゃないですか。こっから週足ですね。週足ですね。大きい下げやったわけですね。大きい下げやったんですよ。なんで、まあ、ちょっと調整しに行ったかなと。はい。いうような感じですよね、うんうん、こっからまだまだ下にどん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 抜けていくにはやっぱりまだニュースが足りなかった、なるほど、というような感じかなとは思ってます。奈良富士さんが買い支えたという噂は、いやいや噂はないわこの詐欺を俺買い支えれんの奈良富士法が出たっていう噂があったんですか。いやいやいや、ないですよすごいなそんな人になりたいこれからはクジラじゃなくて羊だって羊だと言ってたんですけど、なるほど、みんなの羊のみんなで買い支えましょう羊ってもういっぱいいて力を発揮して、 あ、ね、あれなんでね集団で、そうです、集団ではいはい、はい、戦術なんですよ。で、はい、何があったかと言いますとね、うん、一応こうかなと思うのは、はい、アメリカの株価回復ですね、うん、ほう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 、うん、次の回で
おそらくご説明しますけれども、うん、ビットコインキャッシュの戦争が終結したんですよ。はいはい、あ、終結したんですね、うん、終結しました。それも、うん、まあいろいろそれも関係してるのかなとは思うんですけれども、うん、あんまりそこまでね、価格にめっちゃこんな一応下落を止め、そして情報に転じたような、はい、そのニュースだったかというと、うん、そうでもなかったかなと僕は感じてますね。はいはい、でそれよりもですね、株価回復ですよね、うん、先週も言ってましたけれども、あのファンアングですよ、はい、ファンアングの株価が最大 40% ぐらい全員落ちてたわけですね。あ、Facebook、 Apple、 Amazon、 Netflix、 Google ですよ、はい、うん、それがですね、うん、回復してきたっていうことです。おう、うん、具体的に言うとこちらですけれども、まあ揃えちゃいました。これこちら Facebook ですね、うんうん、Amazon、Apple、はい、で Netflix、 アルファベットですけれども、うん、まあ、Facebook なんか一番ひどくてですね、週足なんですけれども、うん、200週の移動平均線に1回ぶち当たってきてますね。あ、なんで Facebook が一番売られてるか、僕の株価ニュースやります。あ、いいですね、はい、教えてください、はい、まあ、ただですね、こう見ますと100週の移動平均線にだいたい当たって帰っているのが Apple と Netflix ですね、はい、でアルファベットもそうです、うん、で、Amazon はですねもうちょっと軽症で100日の上の雲ですね、はい、雲に跳ね返されて上がっている、反転しているように見えるという感じですね、うんうんうん、でここを見るとですね、 Facebook が今ロング目線で見ると美味しいのかなというような感じはしますね。うんうんうん、というような感じです。はい。で、これがね、なんでこうなったかと言いますと、一応 DJI 先生を見ておきましょう。DJI、あ、なんか今週は準備が万端ですね。準備万端でしょ。揃ってるじゃないですか。揃ってる。これダブジョーンズ先生です。うん、SP500 です、はい。ナスダックですね。全部同じように反発して戻っていってますね。はい、うん、で、ダブジョーンズ先生の場合はですね、こちら日足ですけれども、はい、28日からですね、まあ、みんなそうなんですけどね、この1日だけで600ドル以上、うん、650ドルぐらいかな、はいはいはい、2%、 2-3% 回復したということで、はい、これ株の世界でいうとかなりのことです、うんうんうん、えらいことです。かなりの巨額の資金が動いたっていうふうに言いますね。で、まあ、一応これはおそらくショートカバーだと思います。あ、なるほどなるほど、うん、うんうん、ショートカバーという説もあり、うん、しかしですね、はい、そのパウエルプットっていう説もあるんですよ。はい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 、パウエルプットの、あのパウエル議長さんですね、うん、FRB のパウエルさんがおっしゃったのが、はい、株式市場のリスクオンムードを引き起こしたと笑ってるやん何言ってるか分からないでちゃちゃちゃパウエルさんが何言ってたっていうことを書いてなくて何やったっけな。まあまあちょっともういいか。 あった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 、書いてた書いてた、はいはいはい、あ、焦った、あ、汗かいた今パウエルプットっていう、うん、パウエルさんの発言がですね、うん、はい、株式市場のリスクオンムードっていうのを、うん、なかったことにしようとしてるけど、ここはぜひ使ってください。なんでやねんリスクオンムードになったんですよで、それが仮想通貨市場にも波及したっていう説です。はいはいはい、うん、それがまあ正しいんじゃないかなと思いますね。ありますね、うん、うん、まあ、全体的にね、相場っていうものが、うん、はい、もうちょっと楽観的にというか、うん、リスクオンになったわけですよ。はいはい、うん、リスクオンってさっきからそれしか言ってない。リスクオンって何かっていうとですね、はい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 、まあ、つまりはワールドトリガーでいうとトリガーオンですよこれが戦うぞって感じ。あ、はいはい、うんうん、もっと言うとリスク取っていこうってことですね。そう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 もっと言うとっていうか普通に言うとやけど、はい、でリスクオフはちょっと、まあ、こういうリスク資産から撤退しようっていうことですね。撤退して、まあ、例えば仮想通貨やったらフィアットに戻すとか、うんうん、そういうのがトリガーオフですよベールアウトですよ。逃げとるかな、はい、っていうのが、うん、まあ、リスクオフですね、はい、で、まあ、日経もですね、うん、こっちですけれども200円以上上げたということですね、うんうん、はい、でですね、パウエル議長が何言ったかっていうと、おー、それ教えてください、はい、28日に金利、うん、あのアメリカの金利についてですね、はい、中立金利に近づきつつあるとおいう感じの発言をしたと、うん、
ほんで利上げの打ち止めが近いっていうふうに市場関係者が捉えたっていうことですね。はいはい、打ち止めとは言ってないけど、うん、関係者はそう捉えたと。そう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 、ね、そういうこと、うん、だから今まではその利上げ利上げっていう感じだったんで、うん、まあ、利上げされたら、うん、まあ、基本的には銀行とかが、うん、かまあ、お金借りるの企業がお金借りにくくなるから、はい、その業績というか景気がちょっと停滞すると、うん、はい、そういうことで、まあ、株とかが業績が悪くなったら落ちるっていうことで、うん、そのリスクオフになるわけですよ。トリガーオフ、トリガーオフになるわけです、はい、みんな投資家がトリガーオフになるわけですで投資家がトリガーオンになったのは、はい、あ、利上げせえへんねやってなったから、はい、あ、今お金突っ込んで戦って勝ち取るべき時やと、もうちょっとだけあと、まあ、この話で僕の株やコーナーやりますけど、うん、もうちょっとだけ詳しく言うと12月とあと来年3回の予定、うん、だからの4回利上げは一応残ってたんですよね、うん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 、玉としては、うん、でもそれをちょっともしかしたらもう3回にすると、うん、っていう感じのニュアンスですね。そうそう、3回から2回、もしかしたら2回にとかそんな感じですね。そう、そのヘッジファンドとかその関係者によって何回何回って予想は違うんですけれども、うん、はいはい、まあ最低で言ってる人で2回、はい、で最高でまだ4回っていう感じですね、うん、はいはいはい、なんかかなりその減る予想が立ったっていうことです。なるほど、うん、まあ、関係者によるとですね、うん、経済金融当局がその FRB がですね、うん、経済を意図的に減速させるとこまで断固として引き締めを続けるという懸念が解消されたため、はい、市場に安心感を与えるメッセージとなったと、うんうんうん、いうことですね。でこういうふうにちょっと上がったんじゃないかというふうには思ってます、はい、しかし、うん、まあ、こんなもんちょっとしたことやと思ってます僕は。ということで、はい、ビットコインのこれからの動くかっていうのをちょっと見ていきましょう。ほう、まずファイニックスです、はい、これ週足ですね、うん、まあ、週足でこんな感じ、ここら辺でこんな三角形を作ってるわけですよ。あんまり意味ないなこれ全然分かりにくいなこう三角形作ってるわけですよね、はい、で今そこを放たれて下に行ったというようなところなんですけれども、うん、はい、でですね、これを日足にするとねちょっとわけわからんのですけれども、まだ4時間足で、まあ、久々に雲に突っ込んだと。ああ、はい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 、はい、いうことなんですね、うん、これはなかなか喜ばしいことでですね、はい、まあ、今、まあ、こういう線も引けました、これも超えていきましたということですね、うん、はい、もう一個言うと、もっと短期で言うとこういうふうにも線引けたんですけれども、うん、これも超えていけたということですね、はい、で超えていってここで弾かれてまた下行くかもしれなかったんですよ、うん、しかしこう抜けていって今雲突入という ところになってます、うん、そして持ち合ってるとはいはい、いうところなんですけれども、ここからどうなるかということですよね。そうですね、でここからはね、うん、まあ、分かりません、発揮種って、分かりません いやいや、そんな引っ張ってないやん今日は、いやいやいや、だから言うから今トリガーオンして、トリガーオン、あ、リスク取っていくの七不思議ブラックトリガー発動して速攻立ててくださいこれがですね、こういって、うん、はい、まあ、ここら辺にありますよね、持ち合ったところ、あ、はいはいはい、4800ぐらい、うんうん、この辺りね、はい、ね、まあ、ここら辺でちょうどこのレジスタンスラインみたいな風になり得るところと、はい、この雲の上限、4時間足雲の上限が重なっとるわけですわ、うんうんうん、でここまではもしかして上がるかもしれません、はい、うん、ただそこからね抜けていけるかどうか全然分かんないって感じですね。いくらぐらいですか？4700、4800あたりです、うん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 、でここからね全然下がっていくかもしれないんですよ、はい、ああ、はい、でまあ何やったらもう一回この雲の下あたり、まあ、雲がめちゃめちゃ効くかどうかっていう話はちょっと置いといてですね、うん、まあ、こういう風になるかもしれないし、こういう風にこう当たって下げていくかもしれないし、はいはいはい、わけわからん動きは、まあ、この基本的にこの雲の中っていうのはどんな動きしててもおかしくないんですよね、うん、まあ、ちょっと分厚いですね。そうなんですよ、うん、分厚い雲なんでっていうことです、うん、でこっから、まあ、これをまず大前提として考えてもらって、はい、基本的にここから来週までの値、うんうん、ね、動きを正確に当てるのはちょっと難しいわっていうようなところにいますよっていうことだけ覚えておいてください、はいはい、で大きなもうちょっと大きな目線で見てみましょうということなんですけれども、うんうん、あ、でもこれ4時間足です、はい、4時間足で見るとですね、うん、一応ここを起点として 1,2,3,4,5 のエリオット波動が引けるのかなというふうに、3の言い方が違う気がします、あ、1,2,3
もう言わされとるやん。持ちネタちゃうやん。下のギャグ、下のギャグをパクってますけど。これがもしかして号がですね、うん、ここら辺に行ってもまあおかしくないですよね。おお、結構上に、結構上に、まあ3より短ければ、はい、あ3より短ければやりにくいな、お前エリエットやりにくいなこれ短ければね、はい、あの問題ないので、うん、で、まあ、ここら辺でそっからこう跳ね返っていくかもしれないなっていうことなんですけれども、はい、まあ、もっと大きな目線で日足ぐらいで見るとですね、うん、こうです。こっちから1,2,3 4がちょっとちっちゃすぎるからここら辺までいくかなみたいなね、これ感覚ですよ、感覚というかこんなん適当なんで、うんうん、で5波がもうちょっと下、おーおーおー、分かんないですよ、はいはいはい、これも分かんない、あの3波超えていくっていうふうに思ってるだけですね、うんうん、でこれが3波かどうかも分からないですよね、はい、もっともっとこういくかもしれないですよね、あ、はいはい、うん、全然っていうのもシナリオのうちですけれども、うん、まず今はですねこういう感じでシナリオを立てて下落を見てるっていう感じです。僕はあ、じゃあどっちかというと下目線で、全然下目線ですね、全然下目線です、全然下目線です、そんな力強く言われて今ねなんか停滞してきて、はい、あ、なんか上に行くんかなっていうふうに思って、うん、ロング入れる方おられるかもしれないけど、はい、まあ、ちょっとそれは時期尚早かなと思いますね。そうですね、チャート的に別に入るパターンじゃないですもんね、うん、そうですね、うん、今ど、まあ、スキャとかの人は別にしてですね、長期で入る人は別にやる時じゃないですよね、うん、もうちょっと方向感で出からですね、そうですね、もっと方向感に出る、もしくはこういうレジスタンスラインとかですね、うん、そういうところに差し掛かった時にリスクリアル高いところで、うん、こっちに近づいたとしたら、はい、ここですね、ここに近づいたとしたらショート取っていく、こっちに近づいたとしたらロング取っていくというような感じでやっていった方がいいと思いますね、はいはいはい、でですね、僕が長期で超長期で考えてですね、うん、もう一回また週足戻しますけれども、はい、こんな感じでね、ちょっと色分けは適当と思ってください、あの線の引き方も適当です、うん、図形の書き方もさっきちゃちゃっと書いたやつなんで適当です、すみません。この三角は何ですか。この三角が僕は吸うべき買い圧です。はい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 、あ、売り圧です、うんうん、売り圧と思ってます今。でこのバブルの売り圧が、うん、実はこのパーンとボールが跳ね上がってですね、うん、でテンテンテンタタタタタとこぼれてって、うん、でここでですね、うん、もう終わったかなと思いきやコロンいったわけですよ今。もう一段段があったわけです、段があったわけですよね、うん、でここからですね、うん、年末にファンドストラットのトム・リーさんなんかは、はい、まだ言ってはるかどうかわからないんですけれども、うん、あの人はアイスのバックとの話が12月にあるっていう前提で予測立ててはったんで、はいはいはい、でその、うん、トム・リーさんなんか$17,000いくと年末までにね、170万近くまで、ね、そうそう、12月の最後なんでここら辺ですよね、うん、12月31なんでここら辺行くって言ってまったんですけれども、まあ、まあありえないですよね、考え方として。まあチャート的にはあり絶対ないですし、まあ、ニュースですよね、ニュースあるとしてもね、あるとしたらもう爆上げニュースなんやろうな、もしあるとしたら名越ちゃんがスーツ着て俺本気でビットコイン買いますって言ったら上がるんじゃないですか絶対上がらんわ勝手にどうぞってだろうもしかして、うん、パンドラの箱が開いてね、USDT から開いて、うん、USDT の、うん、まあ、そんな未来があるとしたらですよ、はい、USDT からの逃避が BTC に起こった場合、ああもうちょっとやばいから、やばいからお金を別のに移さなあかん、はい、ビットコインしかし BTCUSDT 伊達が一番多い、はいはいはい、USD、そんなことないと思うけどね、うん、うん、まあでも1回目のその USDT 不安の時は BTC に思いっきり行ったので、はい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 、まあ、言うてもこんなもんですよ、ここら辺ですよ、うん、こんな上げなんで、はい、そんな1万7000ドルも行くような上げにはならないですよね、うんうん、でまあ置いといてですね、はい、この開発吸い切れなかったわけですよ、 ここでは、うん、ある程度は吸えたかもしれないですけれども、うん、こっちでこの価格からですね、うん、でこの面積分を基本的に吸う必要があると僕は思ってるんですね、はい、最近見てくれた方はこの話今分かってらっしゃるんでしょうか。さあそうですね、スースワナイの話は、うん、あのドラゴンボールの人造人間何号ぐらいやったっけ、はい、19号と20号そうです、吸い取ったーって、ね、そうそうそう、あのジャンプとか見てくださいねそういう説明なの19号と20号、はい、
ね、相手の攻撃をすってそれを自分のパワーに変えるというやつなんですけれども、はい、ああいうイメージです。わかんねえ。まあこんだけ買われた分どっか売られなあかんってことですね。そうですそうです。で売り圧があります、うん、つまりここら辺の人たちがですね、はい、売りで入ってる人もどっかで利確したいわけですよね、うん、だからそれは買い圧になって上げる力になるんですけれども、はいはいはい、買って置いて持ってる人たち、はい、たくさんいるわけですよね、うん、で上がってきたらどっかマシなところで利確したいというか、はい、損切りしたい撤退したいという人もたくさんいるわけです、まあ、やれやれの売りというかね、うんですね、うん、そういうものがいろいろ合わさって、はい、ここら辺で持ち合うしかないというような状態になっていくんじゃないかなと思ってますね、うん、これだけね、うん、1年間ぐらいかけてですね、うん、この6000ドルあたりの水平ラインっていうのは割れなかったわけですよね、はい、それをポンと割っていった今、うん、もう割れちゃったんですよ。もう動いちゃったんですよ歴史は。はい、その方にね、うん、そしたらですねもうねそうやすやすとは抜けてこれないと僕は思ってます。まあそのね かけた数ケース分ぐらいかかるってねありますからね。そうですね、うん、相場のセオリーで言えばそうなんですよね、うん、それよりももっと早いじゃないですか。ほら僕のもっと早いよ。適当に引いたやつやろ。そう適当に引いた適当に引いたけどこの面積が、はい、ここら辺にこう収まるかなぐらいの、はい、いろいろ加味してうん、希望的観測春ぐらいにはバックトとかね、はい、なんかいろんなこれからお届けするナスダックの先物上場所とかね、うんうん、いろんなあるから ETF もあるかもしれないしね、はいはいはい、そういうのがあったらもっともっと早く回復できるんじゃないかというような希望を込めて、うん、こんくらいかなっていうふうに思ってます、ね、今なんかごまかしたけどそうそう。でもこれね、うん、こうしちゃうと小さすぎるんですよね。つまり3000ドルまでにしちゃうと小さすぎるんですよ。なるほどなるほど。だから早く回復するのであれば、うん、1回ね1500ドルとか1500ドルやばいとこまで行く必要があるんかなって思ってますね。おだから誰ももう仮想通貨なんか見向きもしないというかもう終わったと BTC 先輩終わったというかというかそんなんあったなみたいな、うん、どこがあったなまだ言ってんのこのチャンネルサブ今のセカンドライフみたいなボスかリンデンドルとかあったなみたいなそう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 リンデンドルでしたっけよう覚えてるなっていうぐらいのことになるんじゃないかな、はい、そしたら、うんまあ、これ妄想ですよ全部大体ね、うんうん、あのこの5波がですね、はい、こう、はい、こうね、うん、こんな未来も想定してしとかなければいけないというふうに思ってますね、うんうんうんまあ、基本的にはここがねこの水平線がリジスタンスになってやすやすとは破られないっていう想定に基づいてますから今の話はね、はい、それが何か何らかの入手でパカーンって抜いていったら全然考える必要はありますまた。うんただもう一つあるのはこの4800のラインですよね、はい、ここはまずこの攻防戦を見届けるというか、うん、うんここに差し掛かったらさっき言ったようにショート入ってみてもいいし、はいまあ、勢い強ければそのままロング入ってというような感じですね、うんうん、ここであと 1、2、3週間ぐらいは3000ドルから4800ドルのライン、はい、引いたラインでですね持ち合うんじゃないかなというふうに思ってますね、うんうんうん、これこっちのラインなんですよね言ったら。あ、はいはいはい、でこういうふうに、まあ、長期のラインで引いたところっていろんな投資家が意識しているラインになります、うん、なのでここが効いてくるというふうに想定して戦っていくといいんじゃないかなというふうに思いますね。はい、うん、なかなかいいこと言ってんねんで長いけど、うん、いやそれはもう皆さん分かってるからこそ見ていただけてるんです。あそう、はい、そして別に僕はさ早く終わらせなんて一言も言ってなくて、はい、あなたが勝手に15分以内に収めなあかんっていう15分以内に本当に何かそのルールが最近生まれてきたらそう早く終わらせましょうという感じでですね、うん、今週戦ってみるというか今週ねだからあの、まあ、価格の動き見てですけれども、はい、あまりねこうリスクを取る時期ではないんじゃないかなというふうに思いますね、まあ、様子見て感じですか。 A トリガーオフでいきましょう。あトリガーオフでちょっと休憩休憩というかね、うん、チャンスを見か、うん、そのこの雲の、うん、僕はこの雲の絡みで上行くか下行くかでこの雲の上限下限この水平線のあたりの絡みで考えていくっていう感じですね、うん、なるほど。このエリオットの波動で、シナリオを立てているんでそれに従うかどうかは分からない。なるほど、はいはい、という感じです、うん、はい OK
次回はですね、はい、いろいろありました。実はねめっちゃ動いてるんですよ、うん、こういう区画で、まあ、動いた後っていうのもありますけれども、うん、いろんななんちゅうかね終わりのお話がいっぱいあります。終わりのお話終わりと始まりのお話がいっぱいあります。おお、うんうん、楽しそうな楽しそうな聞きたくなさそうなそうなんですよ、うん、ニュースは結構いろいろあったんで、ね、はいはいはい、そこら辺を、うん、15分以内でお伝えしたいと思います。わかります。はい、はい、うん。というわけでね、じゃあその辺のお話をまた、ぜひ聞き逃さないためにも、うん、見逃さないためにもぜひチャンネル登録のお願いいたします。メルマガと LINE やってやってますので、ぜひこちらもご登録お願いいたします。あと、いいねボタンもぜひよろしくお願いします。この動画がいいと思われた方は、ぜひ Twitter などでシェアの方もお願いします。動画説明欄にこの動画の関連説明や Twitter、Facebook、Instagram などのリンクもあってますので、ぜひ一度見てみてください。はい。それでは、今回も見ていただきまして、ありがとうございました。